九州地方、雪が降りました。寒い寒いわ。すごい雪化粧です。まだ降ってますね。今日はまた耕作放棄地続きやっていきましょう。寒いね。はい、まだまだ雪降ってます。なんか雪が降ると見やすいな。わ、風もすごい。今日どこしようかな。今日はここを2段目をもうちょっと刈り進めましょう。下に降りてきました。ここですね。でもこう見ると意外と進んでますね。どれぐらい行ったんだろう。3分の1ぐらい行ってるのかな。結構足場が悪くなってるんですけど。おおおおお。お、日が出てきたな。よっしゃ、ここ行きましょうかね。ここは端っこはある程度刈ってるんですよね。こういうふうに端っこはね、はい、ここをやっていきましょう。はい、カボス TV ゆうじです。今日も耕作放棄地へやってまいりました。雪が降っております。気温が上がってなくて非常に寒いんですけど、まあ、でも雨の日に4日間休んだんで、もうそんなに休んでもいられないっていうのと、まあやってればちょっと暖かくなるんじゃないかなっていう気持ちなんですけど、あ、今日はかーこちゃんがいますね。おいおい、今日はカコちゃんがいますよ。私が来て喋り出したら、ああ言ってますね。今日雪でも頑張れよって言ってくれてるんでしょうね。あれ、違うとこにもおるな。カーカー君もおるやな。カーカー君とカコちゃん2匹おるのか。もうそんな感じやな。じゃあ今日も草刈りやっていきましょう。応援コメントと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。晴れ間が出てきました。今日も一日頑張っていきましょう。
鼻水が出てきた。体は温まってきましたけど、前回も言いましたけど、手先と足先と冷えております。なんか気温は割とそう低くないような気がしますね。雪は降ってるんですけどね。ここに木があるんですけど、この木をね見たいね。ちょっと木を見てみようか。この木ですよね。この木の根っこまで行きたいですよね。結構あるかな、距離行けるかな。まあ行ってみましょう。はい、木が出てきました。これでなんか目標物ができるといいですよね。そこを目指して頑張るんで、こういう物的目標物は非常にいいと思います。ちょっと息が上がった。はい、でちょっと休憩して、この木より向こうやりましょう。で、あとね、この木は何の木かな。なんかトゲトゲがあるんですよね。ちょっと見てみましょう。はい、これはなにかな。これこのトゲトゲがあるんですよね。おトゲトゲ、まあこんな感じで、はい、まあ今こっち側から木を出した、木を目印に出したんで、こっち側もまだ結構がっつり残ってるんで、まあ休憩した後はこっち側をやっていきましょう。はい、休憩しました。ちょっとね、放水したらあまりにも寒さに、もう、猫がどこにあるかわからなくて、5分ほど探してました。いや、もう、縮こまってて、なんかもう、もう女子になったんかっていうぐらいに、どこ行ったんかわからんぐらいになってました。まあ、無事、放水は完了したんですけど、まあ、寒いと、猫も縮こまりますね。じゃあ、続き、やっていきましょう。さっき、カーコか、カーカーくんかしらんけど、カーカー言ったな。
そう最近でも、あー、ここ止まっちゃう。あれどっちかな、あれカーコか、カーコか。えい、あ、両方おるわ、両方おる。あれなんか食いよんな、なんか食いよわ、2匹ともおる。おい、カーカー、カーコー、虫やわ、虫しよる。ちょっと映してみようか、映るかな、カメラで。おつらんか、わからんか、わからんな。なんかカーカーいいよな。なんかあれフェンスに止まっちゃうやつは、なんか食いも持っちゃいな。あ、なんか落とした。うん。おい、おい、おい、掛け声は、掛け声。応援せな、応援を。応援ないんか。わかった。じゃあやるわ。あの竹が倒れて、あのここにこう引っかかったんやけど、それでチョークレバーをあの兵にしてしまったんでエンジンが止まりました。あったかくなりました。手先もあったかくなりました。足が冷たいけど、まあ、体は温まってちょっと汗ばむ程度になって、まあ、でも相変わらず雪は舞ってますね。ではもうちょっとやってみましょう。風、なんかもう襟元に切りくずが入るし、今日は GoPro なんで風切り音が入ってるかもしれないな。多分入ってるな。あとあの辺だけでやりましょうかね。多分結構さっぱりすると思います。あ、結構今日は進んだ。いや、なんか知らんうちに結構進みましたね。ずっとこの木のところまで
行けました。半分ぐらい行ったと思います。で、あの向こうの木のところぐらいがここの畑の終点と思うので、半分ぐらい行きましたね。めっちゃ天気いいな、これ。相当天気いいわ。はい、では向こうの高台の方から見てみましょう。はい、上からです。いやー、すごい綺麗な空、すごいな。空気が澄み渡ってますね。はい、ここをやりました。結構進みましたね。あの大きい木が、あの見えるようになりましたね。2段目半分ぐらい行きました。このここをもうちょっとこう綺麗にすれば、あの県道の方から見晴らし良くなるでしょうね。県道の方から見てみましょう。この欅も大きいよね。この欅の木やね。はい、まあこんな感じなんで、これを切れば結構見晴らし良くなるでしょうね。はい、次回はあそこにまた大木があるんですよね。あれも欅なのかな、あれね、あの木、あの木が見えるようにちょっと次回は頑張りましょうか。はい、目標決めてやると非常にいいですね。はい、今日の作業は終了します。今日はちょっと GoPro だったんで化石量がちょっと出てると思うんですけど、すいません。でも非常にこう朝方寒かったんですけど、もう今空気が結構澄んで、気温もねそんなに寒くないです。雪は舞ってるんですけど、で、まあ、作業の方も結構進みました。皆さんの応援のおかげで本当にこうここやれてます。ありがとうございます。またですね、応援コメントの方お待ちしております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。グッドボタンどうぞよろしくお願いします。では今日の作業は終了します。ありがとうございました。バイバイ。